はい、ウクレレ弦というのは消耗品です。交換してますか？まあ、あんまり弾かない方は結構長いスパンでもいいんですけど、交換するときにどうしてます？楽器屋さんに持って行ってやってくださいっていうのよりも自分で簡単に変えれるんですよね。今回の動画ではその簡単な、弦交換やり方についてお話ししたいと思います。寂しい心にどこからか。はい、 BJ のウクレレ講座です。今回の弦交換はですね、スロッテッドヘッドタイプ、まあ、ここもクリクリクリっと巻くタイプなんですけども、このオースティンの AT100 テナーウクレレを使って詳しく解説したいと思います。ウクレレ弦っていうのは結構簡単に変えれるんですよ。こういうシャツのボタンが取れたつけますよね。これぐらいの技術があれば誰でもできると思います。それで自分でやるとよりこのウクレレが愛らしく、愛着も湧いてくるということで、ぜひやってみてください。それでは、やり方の方、実際手元のアップで見ていただきましょう。はい、それでは弦交換の、やり方についてお話ししましょう。これ今ここにあるのが、これが、スロッテッドヘッドと言いまして、ここに穴開いてるタイプですね。次にこちら側です、はい、このクラシックギタータイプ通してこうやってクリクリクリって巻いてありますね。こうやって止めるタイプ、このタイプのやつだとロー G の弦、穴を広げなくても入りやすいという利点があります。でこれロー G の弦なんですけど、横着してます。ここ団子結びして見てください。団子結びしてここの穴に通らないぐらいの団子を作ってここに引っ掛けるだけで使ってます。これでもいけますよということで1個見本にしときました。このタイプのサドルのやり方です。はい、まずここのこっち側から穴通してください。はい、通りましたね。はい、通りました。はい、通ったものを引っ張り出しまして、こっち側の弦ですね。この弦ですよ。1弦側から下をくぐらせる。はい、下くぐらせました。ここの部分に今輪っかができてます。中から通します。外からではなく中から通してください。で2回目、はい、こうですね。で3回ぐらい通せばいいですね。はい、はい、通しました。この中からこっちへ通すんですよ。中から通して回して通して、で、はい、これをぐーっと引っ張ってください。引っ張っていきます。ぐーっと引っ張る。引っ張る、引っ張る。両側引っ張ると、はい、ここに止まりました。で、これたくさん今3回やったんですけど、2回ぐらいでもいいと思うんですけども、ここやっとくと、数を多くしとくと、この先が下向くんですよ。はい、こういう形で下向いてますね。これ逆に外側からさっきの輪っか作ったところの外側から通すと、この端っこが上に出ます。はい、上に出ても特に支障はないんです。止まるんですが、ここ演奏中にこれがチクチクと当たります。はい、チクチク当たりたくない方は中から通してください。はい、で、グッと。はい。はい、今度こっち側のヘッド側です。この穴の部分に入れます。はい。で、巻く方と反対側から一回出して、はい、一回出しましたよ。はい。で、もう一回通します。はい。こちら側ですね。はい、もう一回通して、まあ、ここで結ぶようなイメージです。はい、結ぶようなイメージにしといてください。はい、でわりかしもう弦は余裕を持たずにきちきちに、はい、きちきちに手の力でぐっと引っ張れるぐらいまで引っ張っておいていただいてもいいです。ウクレレ弦っていうのは伸びますので、わりかしもう、まあでも弾いた時にこのぐらいの、無理やり手で引っ張ってもこれぐらいの遊びは出ます。これから今巻いていきますからね。はい。あまり引っ張りすぎて巻き数が足らない状態だと良くないです。はい。で、これ巻いていくときにですけども、上から下に弦が行くように。上から下に。まあ、隣のやつを見ていただくと、それと同じようにやってください。で、この
タイプの、外側に巻くの、内側に巻くのの問題なんですけど、この穴からですね。穴の位置がウクレレによって違います。はい。こう外側に巻いていきやすいやつは外側に巻いていく。内側に巻いていきやすいは内側に巻いていくと。で、内側に巻いたり外側に巻いたり、どちらでもまあ結局は巻けてればいいんですが、ここに干渉する場合があるんですね。これ今こっち側に穴があって、内側にずっと巻いていくと、内側に行くじゃないですか。そうするとここの部分と干渉しますので、干渉しないようにこれは内から外に巻いていくといいですね。はい。はい、それでは実際糸の方を巻いていきます。これ、はい、ここに糸巻いてあるところ、ポストというんですね。で、これが、ポストの部分と連動したところのギアです。このつまみの部分を回して、弦を巻いていくわけなんですけども、これ方向があります。上から下に、こっち方向に巻いていくようにですね。こうではありません。こういうふうにしてしまうと、糸がこのこっち側からこう行くじゃないですか。角度がつきすぎてこちら側のポストと干渉するんですね。こっちから来て上からです。この一弦も上からで、こっちの具は同じく上からです。こっちも上からというふうに覚えておいてください。はい。でこれ回していただくと、はい、今これ回ってますよね。はい、見ててください。はい、どちらに回ってます？これ逆なんですよね。今ゆるこっちへ、こっちへ回っていってますからね。こっちへこのギアが回る方向に、こっちですね。はい、回してください。はい、どっちに回したらいいんですかって聞かれる方がいるんですけど、ペグによって左右が違う場合があるんですので、回してみてご自分で判断できると思いますので、そういうふうにやってください。回すときにこの巻く方向を間違えないように見ながらきっちり回してください。なんとなく回すんではなく、右行ったり左行ったり右行ったり左行ったりとかってならないように、綺麗に並ぶようにこういう状態で巻いていってください。で、手で回していただいてもいいんですが、このギアというのは18対1、はい、18回これを回したらこれが1回転する。結構時間かかりますよね。そういう時に便利なのはこれです。ストリングワインダーと言いまして、でこれを刺してこうやってぐる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 と回していくと簡単ですよね。はい、ということで巻き終わりました。でこの出てる部分ですね、これすぐ切りたくなるんですが切らないでください。弦が伸びきってピッチが安定するまでこのままほっといて、まあ、1週間から2週間ぐらいで、弦が安定したら切ったらいいと思います。その安定というのは、弦で新しいのに張り替えると伸びるんですね。素材的に伸びるんです。で、チューニングしてした途端にまた下がった。チューニングして下がった。はい、これはウクレレの故障でも弦が悪いわけでもありません。そういう素材なんです。伸びる素材ですね。その期間が嫌な方はこうやって伸ばしてあげる。ぐわーって引っ張りすぎたらダメですよ。ちょっとこう軽く引っ張って弦を伸ばしてあげてください。でまたチューニングする。でまた伸ばす、チューニングする、伸ばす、チューニングする、伸ばす、チューニングするっていうのを工程を何回か繰り返しているうちに、早い時期に伸びきって弦が安定します。はい、こちら側も余った部分はこの辺ぐらいから切ってもらってもいいんですけど、まあ、切らなくても邪魔にならなければいいです。でこれ最初に言いましたけども、はい、団子結びをたくさんして無理やり止めるという方法です。あまり推奨されたものではないと思います。ウクレレ教室の先生によったらそういう止め方しちゃダメよと言われる方もいらっしゃると思いますので、あくまで自己責任でやってください。はい、いかがだったですか？意外と簡単にできるんですよね。はい、どうですか？これロージーに交換したんですけど、はい、いい音ですよね。はい、ぜひあなたもやってみてください。はい、それからスロッテッドヘッドでないタイプのウクレレ、ここにありますね。これです。スロッテッドヘッドじゃないタイプの、これ交換するときに穴を通して穴から下に向けて巻いていってください。
っていうのは穴から上に向けて巻いていくと、ここから外れやすくなるんですよね。ですのでこの穴通すじゃないですか。で巻くのはその穴よりも下の方にグリ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 って巻いていきます。適切なのは3回、4回ぐらい巻きがいいですので、割とさっきの動画でも言ってました、引っ張った状態から巻いていくぐらいがちょうどいいです。ということで今回チューニングの動画撮影したウクレレこちらです。オースティンの AT100テナーサイズのウクレレです。ボディハワイアンコアウッドです、はい、合板なんですけどしっかり作られてる合板なので結構なりますよ。どうですか、これ今プレーン弦のロー G がついてるんですけど先ほど交換しました。してると思いませんか。はい、この周りにスーッと綺麗なインレイが入ってます。これシールじゃないです、本当の貝ですね。貝のインレイが入っております。このオースティンっていうこの文字の部分もインレイですね。はい、ペグもしっかりした感じでいいですよ。これおすすめです。このウクレレの詳細につきましては動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますのでそちらで確認ください。3年保証とあとおまけケースとかもついてますから、チューナーとかもついてますよ。はい、ぜひ楽しんでください。ということで今回のチューニングのお話は以上です。この動画のスポンサーはオースティンでお送りいたしました。それではまた別のお話でお会いしましょう。さようなら。心にどこからか光が差してきた。